それでは今から動くパグちゃんのラインスタンプの作り方をレクチャーしていきます。動くスタンプを作るにはどういうふうに、進めればいいのか、どんなソフトを使えばいいのかなどをレクチャーしていきます。今回はアニメーションスタンプ16コマの、スタンプを作りましたので、その公開手順を見ながらお話ししていきます。インスタンプのコマが背景透明で、全部できました。私は今回16種類の、アニメーションのコマを作るところまで来ました。これですね、ピング画像で、これは You are welcome っていうやつなんですけど、尻尾振りながら、まあ、こんな感じで動いていくような、アニメーションのコマを作ったんですけど、これをですね LINE に登録するためには、これ全部をつなげたこのピングの形式をアニメーション一つのファイルでアニメーション機能を含んだアピングと言われる、ピング形式に変えないといけないんですね。アッピングっていうのは、例えばこれアッピングなんですけど、これは見えるかな、アッピングでしたら、まあ、こんな感じ、一つの中に、全部の12コマ全部のコマが内包されているピングファイルなんですね。で、これ LINE に登録するためにはここのピングのイメージの大きさが大事で、今294KB になってるんですけど、これを全て 300KB 以下にしないと、登録できません。ということで、今から作るコマ、これ一つがもう 254KB もあるので、とてもじゃないですけど、容量オーバーなんですね。で、これを、まず小さくする、圧縮、容量をぐんと減らすやり方をお話しします。このピング画像の容量を減らすやり方として使うのが、このTinyPing.com、 これですね。これを外国のサイトなんですけど、自由に、ここのにドラッグ&ドロップするだけで、サイズがちっちゃくしてもらえますので、まずじゃあどんな風にするのか、20ファイル、20イメージまで、でマックス5メガまで入れれますよということで、まあ、ちょっと超えてるかもしれないですけど、1から16まで入れていきます。ちなみにですね、この番号の付け方なんですけど、ちゃんと0102っていう感じで、0から始まる数字で連番で、名前を付けて保存しておくことがまずは条件になります。これの1から16までですね、全部選んで、ここの、ドラッグ&ドロップしときます。ここに彫り込みました。はい、そしたらここでグーンとね、250KB ぐらいあったやつが 47KB、 マイナス 70% ぐらい、 74% とかにしていってくれるわけですね。はい、ここまでできてきました。で、できたらこれをダウンロードオールをクリックすると、はい、私の今ダウンロードのフォルダの中に、ここに今読み込まれていってます。はい、ダウンロードしてくれていってます。でですね、今見てもらったらわかるんですけど、これがまだ、748KB もあって、はい、まだまだ圧縮かけないといけないんですね。で、ここちょっと展開ダブルクリックして、PNG を展開してもらうんですけれども、これだと、まだね、情報を見ますと、まだ 780KB もあるので、これ圧縮容量減らしたやつをさらにもう一回、容量減らすために、ティニー
ピングのサイトにこれ掘り込みます、はい、でさっきよりかは圧縮率がぐんと減ってしまいますが、まだ 10%14% ぐらい圧縮していてくれてます、はい、これですね、あの最大で、20コマぐらいまで、できるかなと思うんですけど、20回ぐらいまでできるはできるんですけど、その徐々にですね圧縮率が今 12% でしょ、初回は 74% ぐらい圧縮してくれてたんですけど、今回は 12% ぐらいしかやってくれなかったんですよね。で今度これですね、 ZIP ファイルが、はい、今2回目の圧縮したらまたちょっと圧縮はされてあるんですけど、654っていう感じに、まだ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 です。あともう1回ぐらい圧縮かけたいと思います。3回から5回ぐらいまでの圧縮率はなかなかあの下がりやすいので、はい、これで圧縮をかけていっています。で 11% の圧縮ができました。ダウンロードしていきます、はい、でですね、私は結構16コマとか数が多いので、なかなか圧縮が300キロバイト以下になるのがなかなか難しいんですけど、まあこれ3回目の圧縮をかけてどのぐらいになっていったかっていうと、ちょっと情報を見てみますが、500ぐらいまでしかいかないんですけど、もう1回だけ圧縮かけます、はい、これ回数重ねても、まあ、20回ぐらいやったとしてもそんなに画像が荒れることもないので、まあただ圧縮率はどんどんしょぼくなってきてしまうんですね。 7%、8% とかっていう感じでなってしまうので、まあここらで一旦諦めて、ここでの圧縮は諦めて、はい、でまあ大体アニメーションのソフトに読み込む前にある程度軽くしとく、300KB に収まるまでなるべく軽くしておけばいいかなと思います。はい、これが一番、はい、425まで下がりました。まあ300まであともうちょっとではあるんですけど、ちょっと分かりやすいように他のいらないやつ捨てていっときます。はい、じゃあこれが一番軽いやつですね、はい、この02番分かりやすいようにここの名前02にしておきます、はい、サイズをかなり小さくした PNG のファイルで、この後アニメーションのソフトに持っていくんですけど、はい、その時に使うのがこれなんですね。このアニメ画像に変換するくん、これあの Google でこのまま打ち込んでもらったら Windows、Mac 両方あのダウンロードできて皆さん使えます。アニメ画像に変換するくんっていうものを、これですね、使い方とかも書いてるんですけど、今からちょっとレクチャーしていきます。はい、でですね、これをダウンロードしてもらったら、私あのもうこれ、ね、これダウンロードして、開きました。開きましたら先ほどのねスタンプとまた別の画像なんですけど、一番見せたい、あの文字とかが入ってる一番見せたいやつをね、一番っていう名前にして、その後に23456っていう感じでこう続いていくようにしてるんですけど、まずここの用途のところが LINE アニメーションスタンプっていうところをチェック入れときます、はい、
で、フレームレートっていうのは、1秒間に何コマ絵が送ってきますかっていうので、下は5が一番少ない。で、その後一番マックスで、1秒間に20フレーム。で、数が多くなればなるほど、高速になっていきます。どのぐらい高速かってね、最初はゆっくり、例えば 6のスピード、6フレームのスピードであれば、こんな感じでゆったりした感じになるんですけど、はい、でもその分全部のコマを4回ループ、させようとすると、ラインのループ回数は4回がマックスなんですね。で、あと再生時間はここはびっくりマークついてるんですけど、4秒以内に収めないといけないっていうのがあって、これをあの4コマやるんやったらもうちょっと早くね、12ぐらいかな、うん、12だったらちょうど4秒以内に収まるかなみたいなのと、はい、でももっとあのコミカルにして、あの早い動きにしたければ20フレームとかにするとこんなに高速になったりして、再生時間も 2.4 秒とかいう感じで縮まったりします。でも今回は、12にしたりしてますね、うん。で、アッピングで、保存するときはこれで保存するっていう風にすると、先ほどの、先ほどお見せしたこれですね、はい、こんな感じでこういうアッピング の動画を含んだピングファイルができるっていう感じで、これをですね登録していくわけですね。じゃあですね、続いて先ほど作っていった、圧縮していたものを読み込みます。元作った02番の、Tiny Ping で画像を、小さくしたやつですね、このダウンロードに入れているんですけど、この02番の1から16までこれを読み込みます。はい、これを全部選択して開くっていうのを検索すると、はい、画像が入れ替わりました。はい、でまず今12フレームにしてるんですけど、ここでプレビュー、うん、こんなプリプリしたアニメーションになるんですね。で、見てもらったら分かるんですけど、ループ再生時間ですね、ここをちょっとクリックしてますけどエラーが出るんですね、1秒2秒3秒4秒のいずれかで選択してください、現在の 5.33 秒は設定されませんっていうことなので、この割り切れる数字ですね、4秒3秒2秒みたいな感じで、やっていきます。でそれをするためにちょっとフレームレートをちょっと上げていかないといけないですね、上げていくとちょっとずつこの4秒に近づいて、あ、これで16フレームで、はい、ちょうど4秒になりました。こんな感じのアニメーションになります。で、これで確認してもらって、はい、 OK です、かわいいということでアニメ画像を保存します。で今度は、ちょっとまたですダウンロードに入れときましょうか、はい、02っていうやつで、ピングの、はい、画像、アピングの画像を保存したんですね。そしたらね、今容量がまだ300KB を超えましたよって教えてくれました。現在は678ですっていう感じで、まだまだ減らさないといけないんですね。で私がやるのはもうこの書き出したね、このアッピングの画像さっき書き出しました、これがですねまだ600、まあ、700KB ぐらいまであるんですね。これを300まで減らさないといけないので、もうまたこのパンダの、ティーニーピングの方にもうこれごと、どうしようかな、もう一回読み込み直してからこれをですね、もう一回ちっちゃくしてもらいたいなっていうことで、持っていきます。はい。はい。で、ダウンロードしておきます。30% ぐらい
圧縮かけてもらいました。1回じゃダメかもしれない。もう1回ぐらいやらないといけないかな。あと2回ぐらいやらないといけないかもしれない。なんとか 300KB 以内に収めるのにいろいろ大変です、はい。今これをね、今ダウンロードしてるんですね。これが。はい、できました。これだったかな。これ、ピング。今これがダウンロードしているところですね。はい。また484ですね。484KB。さっきの、まあ、700近いあったやつよりかはちょっと減りましたが、これをどん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 もっともっと小さくしていかないとはいけない。大変です。はい。もう一回。まだビビたる減りしかできませんね。でもこれをですね、300までなんとか持っていって、なんとかやっていきたいなと思います。まあ、まずですね、静止画の方でぐんと減らして、なおかつ最後にピングのデータでもデータが減るように持っていきます。3度目の正直まだまだちっちゃいちっちゃくならないはい、というような感じでですね、まあ私コマがすごく多いので、まあこんだけ長いコマ作るとなかなかやっぱり縮めるのがね大変なんだなっていうのが分かりましたので、まあ、ただしっかり圧縮かけて容量を減らしてアニメを作っていけば、まあもうちょっと軽くしたやつで登録できるかなと思います。はい、私の仕方アニメ画像に変換するくんの、この画質設定のところなんですけど、圧縮方式でこれ3パターンあるんですけど、一番上の方が多少でも軽く書き出せますっていうのがちょっと補足説明です。はい。で、これがですね、まあこんな感じなんですけど、でこれを保存するってなるとちょっとお時間は結構かかってしまうんですが、まあこんな感じでですね、先ほどの高圧縮の設定にしてると結構書き出しに1分ぐらいかかってしまうんだけど、まあちょっとでも軽くなるように、この設定で書き出しをしています。とか、アッピングでのデータが16コマできました。1番目がこんな感じの寝てるやつですね。全部 300KB 以内に収めました。ちょっとね、どうしても無理って思った時は少しコマを削ったりして、間を抜いていったりしてコマの枚数を減らしたりしながら、なんとか300KB 以内に収めることができました。はい、いろんな速さの、まあ、このアニメにはこのぐらいの速さがいいかなみたいなやつとかを、とか回数とかを自分で設定して、こんな風なアニメーションを作っていってます。はい、今度ねこのアッピングのデータができてきたので、最後はこれを登録していく、リリースに向けて、まず審査していただくように、アップしていきたいと思います。はい、今回、4カ国の、LINE スタンプを使っている、タイとかインドネシアとかにも、中国とかもね使っていただける、台湾とかにも使っていただけるように、ちょっと英語で、やってみました。はい、OKOK とかやね、こんな、で、これで16コマ全部ですね。で最後にですね、メインっていう表紙になる部分なんですけど、これもアッピングで作りました。で最後タブっていうのはですね、すごいちっちゃい画像なんですけど、このタブっていうのも含めてこれで全部の素材が揃いました。はい、これまでアニメーションのためにイラストの切り抜きや
コマを圧縮したり、アピングファイルを作成したりしてきました。すべての素材が揃いましたので、いよいよ申請していきます。リリースに向けて、の手順をご紹介します。